皆さんこんにちは、ジョコンです。ということで今回もイーフットボール2024情報を紹介していきます。さあ9月28日皆さん何の日かご存知でしょうか？違います。タレントデザインリセットの無料期間が終わる日ですね。ついにこの日がやってきてしまいます。あれは時は3ヶ月前を遡ります。6月のことでした。タレントデザイン、タレントポイントの振り直し機能を追加されましたね。嬉しく喜びました。ただ本機能のご利用 GP 必要だけど9月28日まで無償ですというね、悪魔の一言。時を経て3ヶ月間もなく経とうとしております。つまり無償期間じゃないということで、これからは GP が必要になってきそうという怖い状態です。まあ今後ね、修正されるのかまた延長はあるのかみたいなところなんですけど、まあこの感じなさそうですけどね。直前になってもしかしたらね、やってくる可能性はゼロではないですが、今のところその気配はないんで、9月28日で無償が終わる、しっかりとその辺は理解して覚悟を持って今のうちに準備を進めていこうという話です。まあそれもそのはず、1選手をリセットするのに数十万 GP がね吹っ飛びます。やっぱスキルにね今 GP を使うことが多い中で、こんなリセットにね GP を使ってる余裕はございませんよ。例えばこのメッシブースター、リセットに60万を請求され破産します。ピルロは28万、ちょっと安めですけど、まあ高いですね。スキル特別強化の1回分ぐらい。マルディーニは60万と高いですね。富安18万など、まあ、20万近くはね最低でもガチスカ級の選手であればするんじゃないかなと思うので、結構ね、そういう選手たちがたくさん出てくると、まあ、100万200万とか一気に吹っ飛びますから、やっぱり今のうちにリセットしておくっていうのは大事になってきます。まあ GP がね1000万2000万3000万ある方は少々大丈夫だと思いますし、まあ、これからねガチャをね、エピックガチャ150沼るつもりでいっぱい引くならいいですけど、まあそういう方もね、たくさんいるわけじゃないんで、 GP 難民の方多いことでしょう。私も結構困ってます。というわけで、9月28日2週間後なんですよね。いやまだ2週間ありますじゃんっていう感じで思うじゃないですか。2週間なんてあっという間ですよ。しかもですね、結構時間食うんですよねこのリセット。例えばチームスタイルを移行した方ってわかると思うんですけど、スカッと22人とか、その人数だけ振り直すにも結構かかりますし、まあ、これも本当500ボックス600ボックスとか、ボックス内にいる選手片っ端からやるってなると結構時間食いますからね。この期間2週間以上もしかしたら欲しい方もいるかもしれませんからね。で幸いなことに今週末、さらに来週末、祝日がありますね。今週は3連休みたいです。世間一般的に一部違うと思いますけど、さらに来週の土曜日もなんかの祝日らしいです。もしかしたらね、休みの会がいるかもしれません。ぜひその機会に、リセットバンバンやってみてはいかがでしょうか。まだね2週間ありますから余裕ですね。はい、ということで、今回はねそんなリセットすべき選手、どういう選手がいるのか、ジャンル別で4つに分けて紹介していこうかなと思っております。ぜひ最後まで確認していってください。ぜひリセットもね、やっていただきたいですし、チャンネル登録、私2万人を目指しておりまして、ぜひチャンネル登録の方受けたまわっております。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。e フットボール情報をね、中心に紹介しております。お願いします。はい、まずはですね、一つ目としてはもう本当どの選手もまずリセットしていいんじゃないかくらい、もう片っ端からリセットリセットリセット祭りでいいんじゃないかなと私は思ってます。とりあえずリセットさえしておけば、次どんな仕様に変更されてもその時使おうってなった時に合わせる育成が簡単にできますから、もう本当リセットさえしておけば全部いいんじゃないかなって思ってます。なのでもう片っ端からリセットしていくっていうのは大事ですね。はい、それは前提として、その中で、どういう選手を、まあ、リセットするのかみたいな具体的な話をしていきます。まず一つ目ですけど、今使う予定のない選手っていうのはリセットしておきましょう。例えばイベントで使う予定の選手、例えば私で言うとベルナルド・シューバーはプレミアリーグのイベントしか基本使わないんですけど、やっぱり普段使わないんでちょっと忘れがちになっちゃいますよね。こういう選手は積極的にリセットしておきましょう。まあ、どういう育成をねしているかっていうのもね確認する必要あるんで、ボックス内をチェックする必要があります。まあ、あとはメキシコだったり J リーグだったり、普段来ないイベント系の選手のために残しているような、そういう選手たちですね。私で言うこのベデベントとかはそうなんですけど、なかなか普段ね使うことがないんで一見逃しがちなんですけど、イベントで使うような要因っていうのはしっかりとチェックしておきたいものです。大事です。いざイベントで使おうってなった時にリセットしてなかったってねなることがないようにご注意ください。まああとはこういうパターンもありますよね。一応コインで取ったので残してるけど、今のところ使う未来が想像できないみたいな選手、捨てるのももったいないし、まあ、とりあえず育成はしたんだけど使う未来がないみたいな選手ですね。まあ、こういう選手もとりあえずリセットしておくっていうのはありだと思います。そしてリセットすべきポイント2つ目としては、9月7日のアップデートで TS っていう概念が廃止されました。これ皆さん知ってると思うんですけど、そのチームスタイルっていうのが廃止されたことによって、今まで選手別で
チームスタイルの値を1とか2とか振ってたと思うんですけど、そのポイントが返ってきてます。まあ、こんな感じで風見ろ、タレントポイント1余った状態で返ってきてますし、吉田選手とかね、こちらも1余った状態で返ってきてる。こういう選手をね、しっかりとリセットしたり振り直ししたりするのが大事になってきます。でこういう選手の話なんですけど、まあ、例えば吉田選手の場合、まあ、1ポイント返ってきたんですけど、もともと TS 分に振っていたものなので、それ以外のポイントって大事な項目にがっつり振り込んじゃってるんですよね。特に吉田選手みたいなセンターバックってディフェンスやばと脚力多めに振ると思うんですけど、1ポイントじゃもうこれ振りようないんで、まあ、クイックネスだったり、まあ、あとはドリブルやパスに振るしかないんですけど、それだとセンターバックの吉田選手にとってもったいないですよね。そういう場合はあらかじめ全てリセットをかけて、フルマックスのポイントから先ほどの1ポイントも加えた状態で再育成すると、まあ、このように吉田選手に必要な項目にしっかりと振ることができて、その分総合値が上がったり能力が上がったりみたいなことが受けられるんで、それぞれのポジションで、そういうのあると思いますので確認してみてください。結構 TS 分1ポイント2ポイント返ってきてる選手多いと思いますので、全てねボックス内見ていってください。そして3つ目は現環境の能力に調整しておくっていうのは大事ですね。まあ、今後の仕様変更とか、まあ、そういうことをね考えたくもなるんですけど、やっぱりどうしても今後の仕様変更とか読み切れないし、だったら今の仕様に合わせるような育成を、チャットしておくっていうのは大事かな。まあ、例えばこのアーノルド、がっつりと足元系とか振っちゃってるんですけど、もうちょっとスピードに寄せるとか守備に寄せるとか、そういうのしていいかなと思ってるんで、ちょっと育成を考えたい、そういうような選手は、しっかりとリセットをかけておきましょう。まあ、振り直さなくてもとりあえずリセットしておくだけでもいいので、そういう仕様変更に対応できるような能力変更リセットっていうのは大事になってきますね。残り契約1日しかないじゃん。こういう選手はね早めにリセットしましょう。はい、そういうようなね選手を早めにリセットしましょうというのは、契約が切れてしまうとリセットが簡単にできなくなります。まず契約を更新しないといけません。契約を更新しないとリセットすらできないので、契約のアイテムを使わないといけないんですよね。例えば普段使う選手ならいいんですけど、使わない選手を契約更新した上でリセットするってなると、契約更新アイテムが非常にもったいなくなってしまいます。そのアイテムをねしっかりと浮かすためにも、契約切れる前にできたらやりたいものです。まあ、例えばこのように契約切れた選手もいますから、そういう選手もねしっかりとリセットかけていきましょう。このウパメカノはできてるかもしれないね。あらかじめしていたんで、大丈夫だと思います。まあ、例えばリュディガーとかリュカはこれできてないですね。カンテとかもできてないかな。これ TS 分返ってきたもんだから、まあ、こういうね契約切れの選手も一応契約をね更新してリセットしておく方がいいですよね。特にこの中だとリュディガーとかリュカエルナンデスとか、この辺はまだ今でもガチスカにね残るような選手たちなんで、しっかりとリセットすることで、まあ、今後輝ける環境が整うかもしれません。はい、ということで、まあ、片っ端からリセットでいいんじゃないでしょうか。もうほんとリセットにリセットをリセット重ねまくり、もうリセット祭りで週末をね過ごしていけばいいぐらいの、まだまだね2週間ありますから、今のうちにリセットしておきましょう。それを逃したあなたは GP で泣くことになるでしょう。ぜひご注意ください。ということで、こんな感じでイフットボール情報を随時紹介しているチャンネルです。ぜひチャンネル登録してない方はチャンネル登録よろしくお願いします。たまに役立つ情報をね上げているように見えますが、基本的にはね何かしら役立つ情報を発信しております。ぜひよろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。